はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスターと、今回は主人公何人目だ、1、ちょっと待って、クリアしたのがまずブルーでしょ。1、2、3、アステルスね、アステルスで3、4人目ですね。4人目の主人公レッド編をやっていきたいと思います。まあ、今まで2人はね、ちょっと引き継ぎデータで、まあ、かなり強い状況で無双で突っ走っていったんですけど、今回は引き継ぎなしで、やっていきます。純粋なレッド編スタートです。レッド、バイオメカニクス、おこのげ博士っていうんだ。ドクター・クラインがブラッククロスの幹部と結託している証拠だ。これを IRPAO へ持っていけばドクター・クラインの悪事を阻止できる。父さん、なぜそこまでドクター・クラインのことにこだわるんだ。彼と私は共に学んだ。だが彼は研究のためには手段を選ばなくなっていった。私はそれを止めることができなかった。学会から阻害されていく彼を救えなかった。私はこれ以上彼に悪事を重ねてほしくない。あんな風になってしまっても彼は私の友だ。何、父さん、クソブラッククロスのやつらめ。うわー、これ自分の家こんな変なとこにあんの、辺境すぎるとこにあんだろ。ゲッ、なんかいる。貴様、おこのげ博士の息子だな。死ね。母と妹の後を追わせてやる。パンチキック、暴挙。まあ、どう料理してやろうか。まずは拳で殴る。37、弱くねえかこのシューザーとかいうやつ。普通のさ、レッドに対して37しか当たらないの。別にあれで引き継いでるわけじゃないよ。シューザー、意外に雑魚説があるな。いや、まあ倒せないよ、そりゃ倒せないけど。シャイニングキック、遅かったか。シューザー、私が相手だ。レイブレード体術、アルブラスターがある、使おう。本家ってこういうもんなんだ。お前の攻撃など雑魚だ。その手についているものは飾りだな。普通の一般人相手にその爪で3回も攻撃しなければ殺せないなど。あ、消えてった。しっかりしろ。いかん、このままでは助からない。おい、しっかりしろ、アールカイザー。あんた一体なんだ、その格好は。俺にもこんなものを着せてふざけているのか。いいか、君の命を救うにはこれしか方法がなかった。君をヒーローにするしかなかったんだ。君にその資格があるかどうかを細かく調べている余裕がなかった。だが今日から君はヒーロー、アールカイザーだ。ヒーローになってしまったからにはヒーローの掟に従わなければならない。ヒーローにふさわしくないと判断されれば消去される。一般人に正体を知られた場合は全ての記憶を消される。ヒーローは強いのか、俺を強くしてくれたのか。ヒーローの力は正義のために使わなければならん。ブロッククロスの奴らをぶちのめす。復讐はいかん。正義の戦い以外に力を使えば君は消去される。どの道死んでいたんだろう。ブラッククロスだけは許せねえ。アルカール、あと3つあげろ。よし、ストップだ。お前も少しは使えるようになってきたな。仕事はちゃんとしてるんだね。ホークが俺を褒めるなんて何かあったか。ちゃんとやれば褒める。休憩にしよう。ここはリージョンシップキグナス号。俺は
親父の友達だったホークというおっさんに拾われてここで働き始めた。ホークはキグナスの機関長、俺は見らない。給料は低い。あの日のことは一瞬たりとも忘れたことはない。よ、ユリア、到着したら遊びに出ないか。どうしようかな、奢ってくれる？いやー、そうだよ、見習いなんだよ。あの、お金引き継いでないからね。給料安いんだぜって。私はね、俺の方が安いっていうか、給料教えてくれるんだ。やはり稼げる男にならなくては。似合ってで、おこのぎ博士って言ってたけど、あのアセルス編でも一番最初にちょっとおこのぎさんの名前が出てきたじゃないですか。なんでレッドとアセルスはね、あの知り合いなんですよ。まあそれがただ交わることはない。勝手に客室に入っちゃいけないな。はい、それはそうですね。領主の館とか勝手に入ってたかんね、みんな。準備はいいか？いつでもいいぜ。よし、リージョン侵入準備。キグナス号、これ豪華客船っていう位置づけ？バカラ、ブラッククロスのやつらがこんなところで遊んでるってことはないと思うけど。激突地下駐車場の戦い。あれ？いるじゃん。ブラッククロスの戦闘員が何してんだ？キーうるさいとおっしゃってます。なんでわかんの？こいつらの言葉。ブラッククロスだって金が必要なんだよ。上納金を納めないと出世できないからね。エミリアがいる。いらっしゃいませ。だけか。こいつら。慰安旅行か？そんなに真剣になるなよ。無視するなよとか。あ、シューザーだとか。ウケんな、なかなか。シューザー嫌われてそうだからね、部下には。でさ、どこ行けばいいの？これ地下まで降りちゃっていいのかな。駐車場。何をなさるんですお客様って。バカどもが貸しのね、遊びに来たわけではないって。ブラッククロスが修学旅行か。シューザー、お前がここにいるとはな。誰だ貴様は。正義の使者アルカイザー。ブラッククロスの悪党ども確保しろ。貴様のようなイカれたやつに構ってるほど暇ではない。始末しろ。もうすでに変身はしてるね、レイブレード。どうしよう、体術使っていこうか。まあなんか引き継いでるわけじゃないんで、強い武器も持ってないから体術使っていこう。空気投げ。ちょ、戦闘が遅い。もう早い戦闘に慣れてしまったからな。パンチ、キック技もなんか覚えていくか。でちなみにね、ヒーローに変身してるとステータス上がんないんで、本当はこんな雑魚戦やりたくない。ステータスが上がるんだったらやってもいいけど、ステータス上がんないから強っ。やるな戦闘員。ホットベッド初期で370あるんだ。結構高めだね。ちょ、逃げろ。お前だ、倒そう。まずは周りのやつから片付けるか。青戦闘員、スパイダーネット。また敵が弱いからそんなに技は覚えた。スライディング、スタン、あ、いいね。何、結構強いこいつ。ブラッククロス様、お力を。何、ここは不思議空間、トライワイトゾーン。怪人の能力はここで3倍になるのだ。しかしスライディングの前にはスタンしない。貴様も無力だ。倒した。キグナスからの呼び出しだ。シューザー、次はニガさん。
か自由行動とそのブラッククロスのイベントを挟む感じかな、レッドは。って言ってもね、別にこのキグナスの中で今のところ何かあるわけじゃないと思うんで、次に行っちゃっていいかな。準備はいいか、いつでもいいぜ。よし、リージョン突入だ。次なる地はここシュライクだね。狙われた子供、シップ発着場から、仲間にできるキャラは仲間にしていくか。じゃあこれ西洋とか仲間にできるのかな。こいつ仲間にしたい。あー、なんできねえ。特殊工作兵いない。レッド自体はヒットポイント120しかねえ。変身して強くなるのか。なるほどね。しかしスノレッドも強くしていかなければ。待ち、それを知りたいのは俺たちだ。なんか出てきたんだけど、いや、レッドで行こう。キック、いや強い、クロッキューか。なんとかなるな。こいつはフェイントしか使わない。何、やりおるわ。こっちの方が強いのか。緑、格が高い。よし、上がれ。キャー、何、さらわれた。早くアッコちゃんを助けて。兄ちゃんじゃ助けられないんだろ。お前ならいけるというのか。あいつは西欧領古墳に行くと思うな。でもわかるんだよ、この人の頭すごいでしょ。西洋古墳、泣いているばかりで話にならん。なんとかせんか。キー、何言ってるか分かんない。お菓子あげるから。なんであんな鳥がお菓子を持ってんだ。アルカイザー変身。最初の方は勝手に変身するね。覚えてくれたようだな。それじゃ遠慮なくせ。くっ倒せんの？しかもこの空間じゃん。まずは緑戦闘員、貴様から蹴り殺す。グオ39、弱い。見た目に反して弱い。ヘルショット、スライディングでスターを狙おう。お、浴びせ蹴り629。スライディング激かね。なぜだ、飛んでる扱いだから。足元とかないのかな。しかし雑魚だったな。キグナスからの呼び出し、アルカイザー。てか、なんか速攻でさ、イベント終わらしちゃったけどさ、なんかいろいろやった方が多分いいよね。まあ、ただこの本当にキグナスの中ではこっちじゃねえし、やることないんで、また船長さんに話しかけましょう。今度マンハッタンか、シップ発着場。マンハッタンとか全然来てないからね。ちょっと覗いてみる。ショッピングモール、ブルーの機体、可愛い子いないかな。まあ、これはちょっと聞いたか。ファーストフード、いらっしゃいませ。
これ美味しいんだよ。しばしの休息。仲間にはできないか。いらっしゃいませ。何も買えん。金がない。安月給だからな。武器も買えないからね。金がなくて。ここなんかやることあるんだっけ、そもそも。ショッピングモール、セントラルゲートとか行けないっしょ、だって。トリニティ。キャンベルビル。キャンベルビルって誰で使うの？おはようございます。丁寧だ。ただの一般の客に対してもそれなりの礼儀を払ってくれる。キグナスの乗員です。キグナスへ戻りますか？はい。いや、何もなかったと思う。やることは。あ、ユリアちゃんがいる。大切なものを見つけた。違う、大変なものを見つけちゃった。ゴキブリでもいたのか。いいからちょっと来て。え、何？ダンボールの中。これは武器だぞ。こっちもだ。まさかこれ全部。どこから戦争でも始めようってのか。キグナスはいつから武器運搬シップになったんだ。このマークは、これアポロン。新しい型のバッグが出たの、ちょっと見てみたくて。そしたら中に。怪しいな。ユリア、このことは誰にも言うな。フォークにも。じゃあおっさんには話をしておいてくれ。俺は荷主を調べる。あ、それでここへ来んのか。なるほど。社長に会いたいとか。会えるわけねえだろ。レッドだ、キグナス号。申し訳ありませんが、本日の面会リストにお名前がございません。話があるんだ、キグナスの罪のことで。普通に考えてそうなるよね。社長に会いたい。おはようございます。 IRPO 兄さん、聞きたいことがあってね。何に時間は取らせないよ。お待ちください。受付です。パトロール、本物です。はい、そちらのエレベーターをご使用ください。サンキュー、かわいこちゃん。おい、来いよ。俺の上司なんだ、話してやってくれ。何の用かしら、坊ちゃん。お前はおまけなんだ、黙ってろ。ミス・キャンベル、あなたの取引相手のことで伺いたいことがある。クーロンのシーファー紹介、どういう会社ですか？なぜ当社に？先方に直接問い合わせたらいかがですか？それがクーロンのその会社存在しない、連絡もつかない。黙ってろと言ったずら、二度と言わせな。そんな怪しい会社との取引を。注文があり代金が振り込まれれば、どんな方でも私どものお客様。伝票があります。お見せしましょう。それには及びませんよ。また寄らせてもらいます。いつでもどうぞ。素敵な殿方は歓迎しますよ。そちらの坊ちゃん大丈夫かしら。行くぞ。これじゃ何にも分かんないぜ。いいのかよおっさん。おっさん、まだ若いつもりだがな。まあこれでどう出るかだな、キャンベル社長が。未確認シップ急速接近、衝突コースに入ります。コンマ1回避、エマージェンシーパルスで警告。一体どこの下手くそだ。回避パターンに追随してきます。進路を抑えられています。配列シップ、緊急事態発令、全乗客乗組員速やかに固定位置に。前方シップにパルス入電、ミニマムドライバーで減速せよと。回避、攻撃です。出力が落ちた。やつら乗り込んでくるぞ。ここにも来るかな。機関室を見落とすほど間抜けなパイレーツならありがたい。来た、モンスターじゃねえかよ。
変身はねできないはず。今おやすさんがいるから素で戦わなくてはならない。浴びせ蹴り強えな。強えっていうかそんなに多分強くないんだけどさ。実際には機械相手にどうすんの。生物相手だったらまだわかるけどさ、機械相手にパンチ。うわー拳が割れる。スウェイバック、これ何回避技。ダメだ、蹴りの方がまだマシだ。足の骨が折れる。しかしやるしかない。そうか、わかった。己の拳を使うんじゃない、投げればいいんだ。破壊する。丈夫さが上がった。俺はいい、こいつをやっつけちまえ。すまんレッド、仕方ない。しかしこいつらの狙いは何だ。喋るんじゃねえ。フゲ積みにさ、あの武器が狙いだろう。パイレーツが武器密輸の情報を掴んで襲ってきた。だがその情報を流したのはあの女。大した悪だぜ。キャンベルがパイレーツを使って証拠を処分しようとしている。そういうこと。ここは頼むぜおっさん。え、やつらはブリッジを占拠している。乗客もどこかに捕まっている。急がないと倉庫の積み荷も処分してしまう。とにかくやつらをやっつければいい。この中はお前の方が詳しい。やり方はお前に任す。ヒューズ弱い。何も引き継いでないかな。素のパラメーターだなこれさ。多分もうあれなんだよね、いなくなるんだよね、イベントが終わったら。なんか身ぐるみひっぺがしたいんだけど。ジャンプスーツそこそこ強いの持ってんな。防護服8か。だったらコットンシャツよりはさ、防護服が欲しい。お前よこせ。レザーブーツ、うん、コットンシャツだったら防護服一応パクっとこう。あ、そうか、スーツ着てるから無理だ。じゃあいいや、交換だ。コットンシャツ、俺のお下がりを着させてやる。ってか男同士でシャツ交換するとかマジ嫌なんだけど。でレストランの奥へ這い上がれる。どっから、こっち。なるほど、ちょうど行けないようになってる。なんかアイテムとかはあんのかな。ほぼほぼ初の探索。なんだ貴様、超いっぱいんだけど。いやでもしっかり鍛えていこう。敵は倒す。パンチ、ブラスターパラライザー、ブラスターソード。ハンドブラスターって何、使ったことはない。ゲッ、強え。コンバットいつもザコとか言ってたのに、なかなかやるではないか。てか普通に死んだんだけど。敵強すぎだろ。セーブしてねえからここまで戻されたんだけど。ちょっとレッド鍛えよう。これちゃんと、さっきイベントを早く進みすぎた。ここで敵とは戦えるよね。とりあえず一回クイックセーブして。レッド、ちょっと待って、変身するとダメ。変身すると、うわ、浴びせ蹴りがない。こいつは結構敵強いんじゃなかったっけ。そういえばだよね。ちなみに普通に専用の古墳行くとどうなんの。敵が強すぎるっていうか、レッドが弱すぎんだけど。死んだ。どうすりゃいいんだこれ。ちょっと武器装備するか。少し強くなるまで銃の力に頼ろう。いや、どっちがいいんだこれ。あんまり強くねえな、ペントドラゴン。いや、でもキックよりは強いか。いや、一応あるけどさ、よく考えたら骸骨倒せなくね。これ無理だよね。こいつ一人じゃ、あ、変身すれば倒せるか。
さすがにここ変身しよう。94とか。いや、いける。あれどうする、レイブレード使ってみる。レイブレードがいくつになる。スタンすんなよ、ブラスト。ギョー159。ただなんか覚えた、ブライトナックル。あ、普通に強い、ヒーロー技。フラッシュスクリュー1400とか。この一撃に全てをかける。切り返し、死んだ。これさ、コットン仲間になるのかな。普通にイベント進んでるけど。っていうかこいつら排除しなきゃいけないからな。全力でいく。ソードマン変身させてもらうぞ。ここは負けるわけにはいかん。40、そこそこ食らうな。なんか覚えねえかな。強い、アルカイザーやっぱ強いんだけどさ、やっぱ能力上がらないっていうところがなかなかいい設定してるよね。来たんだけど、ミュウミュウミュウいる。いや、これはいけるぞ。コットン、君の力を借りよう。雨の村蜘蛛の剣回収させていただく。っていうかさ、コットン入れたらさ変身できなくなっちゃったんだけど、人がいるから倒せるかな。超音波、これ一応2人入らない、2人入らないけど、いいや、超音波やっとこう。切り返し、大丈夫だ。ゲリブレックされた。199か、どうなんだろうな。ガードガード。俺も盾を手に入れたんだよ。甘く見ないでもらおうか。払い返し、これはまずい。犠牲になってくれコット。ディフレクト、ディフレクト人も守んのか。そういえば変身アルカイザー、こっからが本番だ。コットンは犠牲になった。その犠牲を無駄にはしない。浴びせ蹴り、うわ、よし、スウェイバックで。ディフレクトされてる間にさ、敵の体力回復しちゃうよね。1054、俺自身が強くなったかな。ザーコが身の程を知れ。雨の村蜘蛛の剣装備しよう。これまあブロードソードしか持ってないからね、それよりは強いでしょう。ちょっと試そう、試し切りの時間だ。今まで体術使ってきたけど、ちょっと自分自身が強くなるまでは雨の落語の剣にしよう。一応どっちが強いか見る。311、全然強いわ。武器に依存しよう。しかもこいつなんかあんまりモンスターもマジでわかんねえんだけど、システムが全然強くなんねえし。雨の村蜘蛛の剣からの超音波は後ろがいけねえ。あの普通にパンチすると大体100くらいだから3倍強い。悪の空間並みに3倍強い。何も吸収できねえし。盾も回収させてもらうよ。天の村蜘蛛の剣を手に入れた。俺の力見せてやる。最終的には変身すれば余裕だからね。自分が先に倒れないこと、これが重要。投げ払い、いらない。ちょっと集中して攻撃しよう。枠は今2つしか空いてなかった気がするんだよね。体術技封印するか。デッドエンド500、まあまあよし、倒した。ちょっとデッドエンドで攻める。切り返し、よし、オッケー。ナイトスケルトン、死の属性。なんか強そうなモンスターにならねえんだけど。三鏡の盾、これ装備しよう。シェルガードから三鏡、熱もできるし水耐性もつくし、これは有能だよね。これはマジで有能。コットン、ヒットメント下がってんだけど。マガタマをいただいていこう。まあこいつらは倒せる。っていうかデッドエンド2回しか使えない、やべえ。超音波がギリギリ2体入らない。
なぎ払いくらいだったら楽。うわ、ディフレクトマジでうざい。このディフレクトがほんとうざい。切り返しが強いんだよな。あとはデッドエンドなしでなんとかするしかない。このヒットポイント超音波でいいか。なぎ払いは大丈夫。よし、切り返し、だいぶダメージが稼いだ。よーっけー、ナイトスケルトン。ちょっと何これ、何どうすればいいのマジで。めちゃくちゃ上がった。よし、マガタマ一応コットンにそびさせよう。マガタマは、はい、強くなった。俺の実力見せてやろう。イベント戦はアルカイザーになるんだね。まあ、天野村雲だったら多分レイブレードの方が強いんだよね、正直。スフィンクスにやれば全員入る。巻き打ち。てかさ、仲間いるのいいな。コットンとかずっとついてきてくれんのかな。フライトなんて。ヒーロー技はもう何でも覚えるんだね。剣使ってようが何使ってようが。決めてやる、デッドエンド。貴様もう終わりだ。1300とか超強い。スフィンクス吸収できる。え、どうしよう、死の属性とかいらなくねえか。翼、コットンいるな。このまま進めてこう。コットンとヒューズがいる。っていうかヒューズ相変わらず弱いな。レッドより弱いとは。 IRPO の名が泣くぜ。ここ前回左から行ったんだけどさ、右から行くと敵に見つかんないのかな。お、見つかんないっぽい。もういいや、進んでこう。先にどこ行けばいいんだ。上行こう。とりあえずいる敵だそれこっちのセリフではいっぱい出てきた。げっ、あのゴリラみたいなやつ結構強いんだよね。変身はまあもちろんできないから、超音波も囲まれてるからね。何がいい、角。一人ずつ数を減らしていこう。パラライザー、あ、麻痺効果か。ちょっと麻痺させておこう。お、全員いける。ほら強えんだってこのゴリラマジで。デッドエンド、消えろ。712で死なない。パラライザー、え一人だけに。結局術、気力を取り戻すって何。もう一回パラライザー使おう。ポンポン、惜しい。二人まひったね。よし、 OK。今のうちにもデッドエンド祭りで。ダガークラブ、パラライザー効かないかもしれないけど、常に麻痺を狙う。いや、これさ、何、普通にやってったらさ倒せなくね。デッドエンドでこれだよ。草薙の剣手に入れてさ、全てを知り尽くした上でやってこれだからね。うお、こんなに強かったっけこいつら。もう一回デッドエンド2回ずつやらないと無理だ。そう思うとヒューズむちゃくちゃ弱いな。デッドエンドが使えなくなった。地道に攻撃するしかない。草薙の剣手に入れてよかった。草薙じゃねえや。待って、パラライザーが切れている。雨の村子をスタンした。お前は麻痺してろ。パラライザーで常に麻痺を狙う。よし、倒した。めっちゃきついんだけど。牙のお守りだ。牙のお守りは5上がるからね、腕力が。それかなりでかい。てかさ、技ポイントがない。いいや、乗り込もう。おい、こんなところから行ったら狙い撃ち。他に通路はないのか。下にも非常用の通路がある。でもドライブ中はここしか使えない。強行突破。下の通路で行けるかもしれない。
ホークが短時間ならシップの外に出られるって言ってた。混沌に飲み込まれるのはごめんだぜ。まだ敵の弾の方がマシだ。俺にも詳しいことはわからない。キグナスの周りにはリージョンのようなフィールドが張られている。そのフィールドがキグナスを混沌から守ってるらしい。わかった。突っ走りゃいいんだろ。なるほど。あれ？ルーファスがいる。さっさとシップを取り戻せ。釣りが連中に捕まった。協力させてもらおう。へえ。君はレッド、よろしく頼むよ。おっさん同士で勝手に話を進めんなよ。ルーファスも弱えな。っていうかさ、コットン LP1 しかない。ユリア。騙された。こいつらマジで許さん。こっちは4人いる。てか寝たいんだけど、マジで。どっか寝れないの？サムライソウル。ゴースト。猫魂とか。結局またゴーストになったかな。てかこいつはまだいんのか。鬱陶しいな。剣作るって回復するだけじゃん。起源剣。ライダーゴーストだもんね。異常ありません。異常終わりだろ。え、いろいろ仲間になるな。 BJ&K ヒットポイント弱い。みんな弱い。あ、見つかった。敵強くね。サムライソード、レーザー。死にそうなんだけど。ツバメ返しとか普通に覚えるし。レーザーとか異常なんだけど。ドラゴンパピーちょっと吸い取れねえ。ちょ待って、いっぱいいる。あ、ユリアがいる。今度こそ本物か。おっさん大丈夫だ。積み荷だから部屋に閉じ込められただけ。回復してくれ。俺マジで回復してほしいんだよ。やっちまいな。しかし、え、ちょっと待って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 、そんなに強くなかったけど。ちょ、これはひどいよ。カモフック超音波でなるべくパラライザーでも機械に効くのかな。レーザー、マジでレーザー強いから。この敵がいっちゃん弱いんだけど。何、340しか当たんない。敵の攻撃はすごいけど、ガーッ、強い、ダメだ。マジどうなってんのこれ。いけ、マジか。機械やられた。敵強すぎでしょ。こいつ一人じゃもう無理だよ。どうにもならん。レッドの LP がいずれなくなるんだけど、これ多分。ツバメ返し。まあまあだな。これで行こう。死んだ。リベンジ。まあ、これ自体は大したことない。あ、最初3回食らうとそれなりか。でも切り返していこう。で、超音波でしょ。パラライザーどうだろう。やっぱりやろう。で、ツバメ返しで狙っていく。
あ、こいつのヒットポイントが少なすぎるんだ。生物限定インスタントキットみたいなの持ってこい。これで負けたら死んだ。ダメだ、効かねえ。意外にこの10とか20とか痛いな。次あいつが死にそう。口が500とか。ツバメがそのまんまなんだ。倒した。ヤインゴシャが来るな。血なんてないだろこいつに。この機械を杖しよう。やばい、危ない。テッドがなんかそろそろやられそうだ。69。これあれか、ヒーローに変身しろってことか。その場合もうみんな死なないといけないからね。やっぱ三鏡の盾めちゃくちゃ強い。超回避してくれる。終わりだ。辛いんだけど本当に。マークエル、何かっこいい。おっと、こっちは人質がいる。おとなしくしてな。ジ・エンドだね。何これ、こっちから行くってことじゃないの。あれ、アセルスとシロバラもいる。アセルス姉ちゃん、レッド。あ、それでレッドって言うんだ。姉ちゃん全然変わってないよな。どう見ても高校生ぐらいだ。貴様一体何者だ。俺はパトロールのヒューズ。キグナスを取り戻す。誰にだって人に言えない秘密がある。ちょっと待って、誰がいいんだ結局。ファイナルストライク使ってもらおうかな。アセルス、コットン変えよう。引き継いでればアセルス多分むちゃくちゃ強かったよね。こっから行くんか。超迷ったんだけど、吹っ飛ばされたんだけど。マジで意味不明すぎんだけど。なんなん。よし、もうこのままダッシュしよう。いいか、いった。物の積み込みはまだ終わらないのかい。もう少しです。パトロールだ。また戦うんか。こいつは強えんだって。だから、あ、カモフックしかいねえ。ファイナルストライク、武器消失。もうどうせここでいなくなるからな。お前使え。パラライザー、ツバメ返し、レーザー砲。400とか微妙すぎる。パラライザー返し1500。あとは料理するだけだ。回復しよう。何、治ってる。あ、治ってねえや。パラライザー返し、動けぬまま死ぬがいい。ほんと強えなこいつ。やばいかも、下っ端かも。逃げてった。あとはザクを倒した。ここでファイナルストライク使えばよかった。龍馬の剣、パラハイザー使おう。一体ずつ確実に倒す。じゃあスタンしたわ。誰も聞かねえ。700で死なないのか龍馬か。987。ちょっとこの2人をばらけさせよう攻撃を。レーザーも使えねえわ。
人、二人聞いたか。ガードされた？ピヨってないやつから倒そう。マジで、マジで敵が強すぎるんだけど。敵が強すぎるっていうか味方が弱すぎる。吸収した。あとさ、寝るところがないからさ、回復できないから強くもなれないしね。ボスが逃げた。王ぞ、逃げられたか。罪にも奪われて証拠は消滅。あとはあのパイレーツをとっ捕まえて吐かせるしかない。ヒューズ、あれはなんだ。ブラックレイ、実在するのか。ブラッククロスの戦闘シップ、キャンベルとブラッククロス、シンディ・キャンベル。というわけで、レッド編なんかむちゃくちゃきついんだけど、なんかもしかしたら初回にしては動画長くなっちゃったかもしれないけど、もうめっちゃやってるからね、あの死にまくったからこんな難しかったっけっていうほど難しいんだけど、というところで、じゃあ今回はここで終了して、次回またやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。